続いて、男子生徒の皆さんによります、競技ボリューを、ご覧いただきたいと思いますが、ここでね、普段指導にも当たられております坂口先生に、お話を、ね、お伺いしていきたいと思います。坂口先生、よろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。たくさんの拍手をいただきましてありがとうございます。私はまだ何もしてないんですけど、たくさんの拍手をいただきまして恐縮でございます。例えばご紹介をいただきました。私が神戸から参りました神戸市立兵庫商業高等学校で留志団の顧問をさせていただいています、坂口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。すごい指導も大変ではないかと思うんですが、私はね何もできないんです。私は喋るのが専門ですから、別に龍馬姉妹は全部これはですねシンガポールの方で学んでまいりましてね、先生がシンガポールの先生で年に1回ないし2回ほど神戸の方にお招きをしまして、練習をさせていただいているということなんです。はい、ね、ジョニー・タンさんという先生ですね。はい、はい、でもね、かなり難しいんではないかと思うんですけども、やはりちょっと言葉巧み。